早速始めます。まずはですね、ちょっと著者の方々に、軽く自己紹介をしていただきたいと思います。じゃあ、鶴永さんの方からお願いします。はい、はい、今回執筆させていただく鶴永と申します。ソフトバンクの何かのエンジニアで、どちらかというとインフラ系の方を担当しているものなんですけど、最初寺田さんからお話しいただいたとき、実は3ヶ月でこの本書いてくれて、ちょっと私一人じゃ無理だなというところで、ちょっとユーザー会の力を借りて今回の執筆に至ったと経緯があります。また、その辺の話は機会があれば中にもお話しできたらと思います。杉永と申します。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。こんにちは、古瀬と申します。私は仕事でもジェットソンやってるんですけれども、プライベートでも、プライベートはもう完全にプライベートで楽しみと割り切って、ジェットソンをやっています。で、この本に書かせていただいたのは、私のもう本当に仕事関係なく家でやってることなので、本当楽しんで、できて、いい機会をいただいてよかったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。唐揚げです。ちょっと一人だけ食べ物の名前で申し訳ないんですけれど、ですね、私ちょっと愛知県の方で、組み込み系のエンジニアをしていまして、今日はちょっと名古屋の方から会社をお休みして春までやってまいりましたということで、はい、今日は何卒よろしくお願いいたします。あとちょっと諸事情により顔出しは NG なので、ネットにだけはアップしないでください。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、中畑と申します。私の本業は設備制御、照明とかの設備制御で、ちょっと流れでラズパイのノリでジェットソンを買ったら、なんかいろいろ使い方わかんなくて、で今に至るっていうような感じになってます。はい、ということで、私も初めての本の協調で出版させていただいて、このような機会をいただきありがとうございます。はい、ということで、私は前半の非常にこう簡単な部分を書かせていただきました。はい、ではよろしくお願いします。先ほど本名を言っちゃったんですけども、著書の中では、ノラハックザッキーという辛いさと似たような感じだと思うんですけども、あまり仕事と関係なくやってましたので、プライベート活動という意味で経営面っぽいもので、書かせていただいたんですが、普段はIoT LT 界隈で、活動してますので、本の中では、8章の、GPIO 周りと、あと3章の一部ですね、鶴永さんと、分担して、執筆させていただきました。どうぞよろしくお願いします。それで、今日のちょっとパネルディスカッションの内容なんですけど、ちょっとみんなでいろいろ話した結果、せっかくこう皆さんといろいろこう直接現実空間でお会いしているので、何かジェットソン一般、ジェットソンなのでもジェットソンでも何か聞きたいことあったら聞いていただく会にしたいなと思ってます。なので皆さんから質問を受け付けたいと思うんですけど、まずは会場を温めるために、唐揚げさんが、はい、唐揚げさんがツイッターで、今回のイベントで聞きたいことあったら、DM かリプライくださいっていうのに流したので、まずは一発目出します。でその後ちょっと質問出なかったら他にも用意してあるのでそっちをやるんですけど、まずはですね、一発目のお題でみんなでちょっと答えていきたいと思いますので、はい、で一番最初、ジェットソンで何をさせたら面白い、今何をさせるべきかっていうのをお聞きしたいと思います。じゃあ津永さんから、はい、お願いします。自分でお題出しておいて答え用意してください。ちょっとかなり全然次元の話するかもしれないんですけど、Z ソンなので推論がすごく早いっていうのは分かってるんですけど、やっぱりせっかく GPU 入ってるんで、僕はどっちかっていうとそのメディアプレイヤーとしての可能性もあると思っていて、最近ラズパイ読んでたんですけど、ラズパイ4って3までは VC1 と MPEG のハードウェアエンコーダーが入ってて、10ユーロ出すとそれロック解除できて使えたんですけど、4になったらもうそれなくなっちゃってて、意外にこの NVIDIA のジェットソンなので、メディアプレイヤーって面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、そうですね、ありがとうございます。は
じゃあ、古瀬さん、はい。私は本の中で物体検出のところを書かせていただいたんですけど、意外にそういうアプリケーションは実はジェットソンで多いと思っていて、なの で、GPU なんですけど、ジェットソンなかなかあんまりこの 3D グラフィックス関係のアプリケーションってあんまり皆さん作ってらっしゃらないので、ちょっとそこに、興味があります。私個人としてはジェットソンなので、3D の画像をぐりぐり動かすアプリケーションを作りたいなというふうに思ってちょっと勉強してる最中です。はい、そうですね。あのやっぱりね、NVIDIA さんの GPU って言ったらやっぱり 3D バリバリのところですよね。そうですね。はい。なのでじゃあいろいろまたキータに記事が上がるのを期待します。じゃあ唐木さん。はい。そうですね。まあやっぱり。画像の、まあ、ディープラーニングでの、まあ、認識とか検出が面白いかなと思っています。まあ、理由としては結構ラズパイの結構高性能で小型なカメラが、まあ、つながるっていうことと、まあ、今はラズパイ4が結構出たんで、まあ、ちょっと性能的にはかなり近づいてる部分があるんですけど、まあ、ジェットソンなの出始めの頃ってまあ、ディープラーニングの特に物体検出とかまともに動く、まあ、結構唯一の小型のデバイスだったので、まあ、やっぱりそういう用途が一番使いやすいかなと感じています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私は飛ばして北田さん。はい、そうですね、私はあまり仕事で何かやろうっていうのはあんまりなくて、なんか面白いことができたらいいなっていうのは思ってまして、GPIO の、 ピンアサインとかがやっぱりラズパイと、まあ、鏡に映してる裏側っていうんですかね、全く同じじゃなくて同じそのラズパイの用のボードが刺さるように設計されてたり、やっぱりラズパイをかなり意識しているので、ラズパイでできないことを、ジェットソンでやれるものを何か、考えてるんですけど、まあ、今はあれですね、最近、PPAP とかその働き方改革で話題の PHS ですね、プリントして反抗してスキャンして出すみたいな。そうですか、 PHS、 はい、PHS もまだ現役ですけどもうすぐなくなっちゃうので、それまでに PHS 実現したいなと思ってます。はい、ありがとうございました。すみません。じゃあ、次なんですけど、お題用意してあるんですけど、じゃあ見せちゃったんでやりますか。はい、はい、じゃあ、次はですね、これですね、はい、ジェットソンナノや後継エグザビア NX など、まあ、エッジ AI デバイスに感じる可能性や利用してみたいこと、はい、こちらになります。あ、じゃあ今度、あ、これね、これ私あるんですよ。はい、私の、いいですか、私話して、はい、はい、私の本業は設備制御、まあ、こういう照明とか、あとはブラインドとかカーテンとかエアコンとかそういうのの制御なんです。で、今設備制御ってどちらかというとセンサーで人がいるとか温度が何度とか、そういうのを判断して設備をこう制御するっていうのがメインなんですけど、でもやっぱりこうエッジ AI デバイスがもっともっと普及してくると、センサーじゃないものが検出できますよね。例えば、人の顔の表情でなんか具合悪そうだなとか、まあ、眩しそうだなとか、あとはなんかちょっと前に話題になったナチュラルユーザーインターフェースってあるじゃないですか、こうあるのとか。でもそういうふうに、まあ、自動的にエッジ AI デバイスが推論してその時の最適な状況を映像とか他のデータから判断して、じゃあこの時にエアコン何度にしようとか、ブラインド変えようとか、照明コントロールしようとか、なんかそういうような風に使われるようになるんじゃないかなと。だから今までってどちらかというとそのあらかじめ設定しておいた状況を設備で制御されてたんですけど、それがその時のその中にいる人の状態とか外気の状態とかによって自動的に制御される世の中になると、その時に、クラウドベースじゃなくてやっぱりエッジ AI で、いろんな情報を判断してやる
だから当たり前のように一家に本当にね、あのジェトソンナノみたいなデバイスがいくつか入ってて快適な空間になっていくんじゃないかなっていうのを、まあ、将来的になるんじゃないかなというのを感じております。ということで私は以上です。じゃあ次は長谷川さん。はい、私はやっぱりインフラ寄りの人間なので、ソフトバンクも進めている 5G ですよね。5G になると、そのモバイルエッジコンピューティングという形で、まあ、基地局に近いところにまあサーバーがたくさん出てくると。やっぱりその中にやっぱ GPU サーバーみたいな、そのラーニングさせるような、多分器がたくさんできてくると思うんですよね。なんで、まあ、推論はやっぱりそういうエッジに、エッジっていう言葉がいろいろ出てくるというちょっと紛らわしいんですけど、まあ、推論はやっぱりそうデバイスにやらせておいて、まあ、モデルを作るのは、サーバーがでやらせるっていうその分業がもうどんどん進んでいくんじゃないか。で今アプリケーション書くっていうとモデル作るところからやらないとアプリ作れないじゃないですか。だけど結構モデル作るところって数学の知識がいったりとか、まあ、データ用意したりとか結構そこだけでもめんどくさいんで、それをやる人はまた別 で作られたモデルをこう利用するだけでアプリケーション作れるような世界が多分出てくるんじゃないかな。ヨロとか使っても結構かなりいいアプリケーション作れたりするので、その繊維学習もだいぶ進んでますし、そのモデル そのフォーマットもだいぶこう汎用性が高いものを今一生懸命作ろうとしてたりするので、そういう流れでこうエッジとその基地空間の設備の分業がっていうのが進んでいくんじゃないかなというふうに思ってますね。そうです。やっぱり今までってそのエッジのデバイスにいろいろあったから、やっぱりこのモデル、要はここには使えるけどこっちだとなんか途中でエラー出ちゃうっていうのがあるけど、ある程度、まあ、ジェットソンナノみたいな、なんでしょう、決まりきったものでエッジでいろいろあれば、まあ、それを採用してればこのモデルを簡単に使えるっていうふうに。あ、ですよね。はい、そうですね。だからモデルを作ることとアプリケーションを作ることが、まあ、一つの作業ではなくて、まあ、モデルを作る人はモデルを作る人、アプリを作る人はアプリを作る人という形になるんじゃないかなと。そこで期待したいです。はい、ありがとうございます。私はまずこのナノをこう初めて手に取った時に、このあまりにもこう安い価格でこれだけのものが手に入るって、もう見ての通り私はもう結構年寄りなので、もう本当にその若い頃には、信じられないような環境が手に入ったっていうのが、まあすごい喜びだったわけなんですけど、個人でこういったものが使えるようになったので、まずはこの教育的な、自分でこういった AI、ディープラーニングの推論を試してみる環境としての可能性が非常に大きいと思っています。で、多分ここに来ている皆さんも、ジェットボットとかジェットレーサーとか、まあ、やってると思うんですけど、あれは最近非常に教育的なところで注目されているので、ちょっとここをもっとこう進めていって、なんとか中国に負けないような、AI で国力をつけていくようなことをできたらいいなと。そうですね、結構やっぱりジェットソンナノを積んでジェットボットだけでも、例えばそれ5年前に同じことをやろうとしたら、そうですよね、とんでもなかったですよね。なので NX になったらもっと本当にその自動運転の真似事みたいなことができるんじゃないかなと思ってます。ですよね。はい、ありがとうございます。唐木さん。はい、そうですね、まあ、私は結構カメラが趣味で、まあ、結構ラズパイでなんかカメラ、自分だけのカメラみたいなのを作ったりしてるんですけど、まあ、ジェットソンナノだと、まあ、結構ディープラーニングが走るんで、まあ、自分だけのカメラとか作ってみたいなとか思ってますね。特に、まあ、自分で基板とかも起こせば、まあ、本当に自分だけの、まあ、AI カメラみたいなのが作れるので、まあ、そういったのが、まあ、ちょっと日本のメーカーもそういうのをやってほしいなって思ってるんですけど、まあ、どこもやってくれないんで、まあ、そんなら自分で作りたいなと思って、まあ、そんなことを、まあ、AI でその画風変化をしたりとか、まあ、それこそなんか全然ノイズから勝手に写真を作り出すようなカメラとか、なんかいろいろ作ってみたいなとか、あと、まあ、楽器とかもちょっと作ってみたいなと思ったりして、まあ、一部作ってるんですけど、結構いろいろな可能性があると思うので、少しちょっと音に
ジェプソンなのは弱いところがあるんですけど、まあ、そこら辺を今後カバーしてくれたら嬉しいなとか思っています。結構あれですね、Google のピクセルとか、写真と撮ると人間の見た感じに近い具合に自然にやってくれ、自然にやってなんか処理してくれるっていうのありますよね。だからなんかその工学的なものだとやっぱり一般の普通の人たちはどうしようもないけど、ね、そこソフトウェア的にいろいろできるとカメラ的にも面白そうですね。そうですね。で、あと、あれです、あれ、滝さん、もし何かこう、言いづらいこととかあったら、ツイートの、ハッシュタグ何でしたっけ ?JSJUG のハッシュタグでこうツイートしていただければ、これですね、はい、ここ、JSJUG のハッシュタグで何かツイートしていただければ、見るようにしますので、はい。じゃあ何か皆さん会場に来ている皆さんで、こんなことを聞いてみたいとかそういうのってありますでしょうか。じゃあ進めます。ツイートを、あ、はい、もしあれだったらツイートしていただければ、はい、はい、じゃあ次ですね、はい、小田井さん、エッジデバイスと、そうですね、これ、はい、エッジデバイスと OSS の産業用途への可能性と希望についてお聞きしたいです。じゃあこれ産業用途って出たらやっぱりマクニカさんですよね。はい、ということでフルスさんお願いします。はい、この話題なんか私にとってはそんな楽しい話題じゃなかったんですか。結構仕事で産業用用途にジェットソンをお勧めしているんですけれども、なかなかやっぱりAI はこう推論した根拠がわからないから使えませんとか、 あとはなんかこう品質のすごく厳しい何かこの認証があってこの認証がないとダメですとか、なんかやっぱりですね、ちょっと今のところはこうだから使えないっていうおっしゃる、まあそれも非常にこうミッションクリティカルな分野だと当然のことだと思うんですけれども、ただもうちょっとこう応用っていうのはできるんじゃないのかなというのを日々思っていまして、その前向きな議論、こういったら、こうやったら、こうしたら使えるとかっていうところの議論がもうちょっと進んでいただきたいなというふうなのが、これは仕事、プライベートじゃなくて仕事の方で日々感じている。あ、ちょっとね、今日せっかく立花さんもおられる、立花さん、はい、実際にジェットソン産業用途って結構使われて、結構海外の、海外のサイトとか見ると、監視カメラにつなぐその、用にこうジェットソンなどのモジュールが入ってたりするんですけど、はい、産業用途、まあ、実際やっぱりこの産業用途への可能性と希望とかここら辺についてどうですかね。まさにですね、その TX1、TX2 っていうのはむしろそこでしか使われてこなかったというのは、まあ、あると思いますね。産業用途って非常に幅広いんですけども、我々の中で意識しているセグメントとしては、FA ファクトリーオートメーションと、あと IVA と呼んでるんですけども、監視カメラ、今は監視カメラだけじゃないですね、カメラを使って何かしらこうインテリジェンスな情報を取るという、インテリジェントビューアナリスと呼んでるんですけども、それとかあとは結構海外ではですね、インフラの管理、最近いろいろ台風とかねありますけども、池とか川の水増しの管理とかで使われたりとかですね、そういう産業用途での使い方っていうのは結構多いです。日本も意外と多くて、そういうのってなかなかこういったパブリックの場で実例として出てこないんですけども、実は TX1、TX2 っていうのはそういうところでの、使用例が多いですね。でさらに今後はやはりこれも我々狙っているところであるんですけども、やっぱり日本はやっぱり製造業の国だと思ってますので、そういったところで、ファクトリーオートメーション、工場での自動化、そういったところで、GPU、AI、ディープラーニングのアプリケーションが乗っかったジェットソンというのは
活躍していくんではないかと、むしろやっぱそういうところでこうプレゼンスを出していくのが日本にとって今後、まあ、必要なところなのかなと、まあ、これからやっぱり日本、まあ、頑張ってほしいんですけども、まあ、Google、AWS、Microsoft、または Tencent、Baidu、そういったところに勝てるような企業はここ数年で出てくるかって難しいと思うんですよね。その反面、やっぱりエッジコンピューティング、ディープラーニングを活用したその産業用途でのアプリケーションというのは日本がやっぱり世界をリードするべきところだと思うので、ここには非常にNVIDIA の本社の人間もこう日本についてはこう期待してくれているというところでございます。ありがとうございます。なんでやっぱりそのあれですよね、こうその産業用のところ、要は、もうがっつりビジネスで開発している人たちと、あとは実際その趣味からこうやってる人たちと、そこのその多分今大きなそこに壁がある、壁があっていうかつながりがあんまりないですよね。そうですね。ただ一つ追加させていただければ、AI の推論の応用はAI 監視カメラの分野では非常に、発展しています、はい、その分野に限ってはもう非常に注目されているので、他の分野もそういうふうになってくれたらいいなというのがちょっと私の発言です。あ、なるほどね。そうですよね、はい、じゃあ、そうですね、あ、じゃあそれは大丈夫、あ、大丈夫ですか、じゃあ、クラルさん、何かここら辺はどうですか。ちょっとコメントしづらいんですけど、まあ、結構そうですね、先ほども立花さんからコメントありましたけど、まあ、使われてると思います、もう使われてると思いますというか、風の噂で聞いたということにしておいていただきたいんですけど、やっぱり結構活用っていうのは、まあ、やっぱり使われ、すでにあまりパブリックにないだけで使われてる例っていうのも風の噂で結構聞いたこともありますし、まあ、今後やっぱり増えていくかなと思います。まあ、工場での、まあ、例えば異常検知とかですかね、まあ、いろんな例があると思うんですけど、で、まあ、結構いろいろな技術も発展してきて、その性能自体もどんどん上がっていますし、まあ、そのなんでそういう、まあ、判断の根拠になったかみたいな技術も、まあ、結構向上してきているの でここまで役に立つやっぱり技術なので、今後やっぱり使いこなす会社とかが、まあ、伸びていくことに結果としてはなるんじゃないかなとか個人的には思っています、はい、そうですね。 なんかその、まあ、本当に一昔前だったらすごいこうお金がかかることが、あとはその会社の、まあ、やる気さえあれば必要なものって結構揃っちゃう。そうですね。でも結局それがさっき古瀬さんがおっしゃられたように、なかなかね使えない理由をいくつかこう言って導入すまない会社よりも、なんかとりあえずそのサービスを作ってそれがこう受け入れられれば伸びていくっていう感じですかね。ある気がしますね。ありがとうございます、はい、で実際産業用途についてはこの後LT で大橋さんが、はい、話していただくので、また内容全然違います。あ、全然違いますね。あ、そうです。はい、はい、じゃあ、うん、で次いきますか。はい、はい、じゃあお題の、ジェットソンシリーズに期待すること不満、ちなみに不満ってあります？ジェットソン。もうちょっとこんな聞き方、ネガティブな話からですね。鶴山さん、なんかジェットソンについて不満ってあります？まあ、やっぱりこのシリーズ続けてってほしいっていうその一点ですよね。はいはいはい。継続性っていうところがやっぱり重要かなとは思いますね。うんうん、はい、その継続性っていうのは、ある日、ジェットソンなくなっちゃうっていう。そうですね。ジェットパックが提供されなくなるとか。ああ、はい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 。どはい、はい、マジで、ジェットパックが提供しなくなるから、はい、あ、それはね、ない、それはないんですが、私が聞く不満、今いくつかシェアさせていただくと、はい、まあ、ジェットパックのバージョンのアップデートですね、それがね、なかなか困ってると。で、一旦やっぱこう
実アプリケーションでこう実装しちゃうとやっぱ現場行ってジェットパックアップデートができないんですよね、基本的に。なんで開発するにあたって、まあ、量産するプロジェクトはもうその時最新のジェットパックを使っていただくのが一番いいかと思います。で、まあアップデートする必要が出てきたら、まあ、それはちょっとまたまあ、いろんな事情がありますからね、お金かけれるかとかけない、かけれないとかあるので、そこはアプリケーションいるんですけども、まず Jetpack のアップデートというのが不満あるのと、あと不満、聞く不満としてはドキュメントが全くないっていう、しかもあったとしても英語、英語を頑張って読むんだけど、何書いてるかわからないみたいな、大事な情報は TBD みたいな、そういう情報、不満が結構ありまして、そこはですね、非常に我々も申し訳ないと思うところなんですよ。例えば、ザイリンクスの FPGA なんかは、昔はザイリンクスってあるんですけども、日本語化してるんですね、マニュアル全部。それ専任の人たちがいて。で、そこまでやってるんですけども、Zson はないと。まあ、Zson だけじゃないですけど、NVIDIA の製品、あまりマニュアルがなくてですね、その一方で、NVIDIA の強みとしては、皆さんのような素晴らしいユーザーの方々がたくさんいると。そういった方々がシェアしてくれる。でもやっぱり CUDA っていう、まあ、GPGPU コンピューティングが始まってからやっぱりその CUDA、まあ、NVIDIA のプラットフォームを使ってくださっているユーザーさんが増えているというのがあるので、そういったユーザーさんからユーザー同士がこう助け合ってやっていくみたいな、そこがまあ育ってるっていうのが、まあ、NVIDIA の、アドバンテージだと思うんですけども、オフィシャルなドキュメントっていうのは非常に弱いと。でその辺は、まあ、マクニカさんであったり、まあ、リオヨさんであったり、そういったところの技術サポート時に非常に助けていただいているというのはあります。あとはよく聞く不満はですね、まあ、消費電力がね、他の組み込み機器と比べると高いっていうのがありますし、Zson なの、まあ、安くなったといっても、他の組み込み、ね、コンピューティングデバイスと比べると、ちょっとまだ高いみたいなところがあるので、それはまあこれからどん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 広まっていけば、それは自然と解消していく問題かなと思いますので、ぜひ使っていただければと思います。はい、また了解です。ありがとうございます。はい、でどんどん不満言っていただけると今ちょっとメモをしてなんとかしますんで、ね、参加していただいたら、はい、会場で不満ある方は、はい、ツイートをしてください。はい、じゃあフスさん、はい、不満という全然不満じゃなくてもいいですか。不満はないんですけれども、はい、やっぱりラズパイに比べると、ラズパイは結構その周辺機器としてなんかラズパイと組み合わせて使えますっていうハードウェアがこういっぱい出ているので、ちょっと試したいことがすぐ試せるような気がするんですね。で Zson ナノの場合はやっぱりちょっとこう 人工作必要だったりすることが多いので、ラズパイ並みに周辺機器が揃ってくれると非常にいいなというのが希望で。ラズパイが世界で販売された台数に比べて、Zson って今何分の、まあ、数量多分集計分からないってことだったんですけど、ラズパイに対して Zson の販売台数っておおよそどのくらいの比率なんですかね。いや、まあ、全然足りないと思いますね。Zson って言っても多分ラズパイと比べられるようになったのは Zson ダウンが出てからだと思うんですよ。ああ、そうですよね。はいはい。全く、Zson ダウンが出てまだ1年経ってないし、はいはいはい、もう本当、数で言うと比べるものなので。まあ、そうですよね。まあ、やっぱりラズパイはこう早く出て、まあ、価格も安価で、かつね、一人でラズパイ100個をいっぺんに使ってる人とか、そういう人もいたりするから、まあ、そういった意味で、このね、周辺機器も、いろいろ選択できるし、安かったりしますよね。そのまま使えるし。そうですね。はい。です。じゃあ、倉部さん、はい。はい。そうですね。まあ、先ほどちょっと言ったんですけど、まあ、オーディオ関係がちょっと弱いというか、なんか、ミディとか使いたくても、カーネルの、なんていうか、カーネルのビルドからしないとちょっといけなかったりして、ちょっと最近のジェットパックまでは、最新は終えてないんですけど、まあ、結構マニアックな扱い方だとは思うんですけれども、まあ、そこら辺をラズパイみたいに最初から手軽に使えるように、まあ、ちょこちょこっとカネルビルドの時に気を使っていただけるとすごい個人的には嬉しいですという、はい、ところですね。はい、ありがとうございます。じゃあ北斗さん、はい、ないんで、ちなみに皆さん、
不満ある方おられます？せっかくなので斉藤さんあたり不安ないですか？ペットソンなのに不満は。すいません、SD カードスロットが非常に使いにくくてですね、まあ、みんなそうなんですけども、SD 壊しそうになっちゃうなんていう、バカなことをしてしまうということで、最近は延長ケーブルなんていうのをお勧めしたいななんて思っておりまして、という話ですか。延長ケーブルって、はい、SD の延長ケーブルなんですよ、マイクロ SD の。あ、そうなんですか。はい、はい、はい。で、まあ、金井さんとかも消しまくってると思うんですけど、1回記事上げるんで、大体10回ぐらい書き換えるんですよね。なので、そうすると10回差し直すんですよ。あ、はい、そうすると、はい、多分スロットの消耗ってあんまりなんで、あ、そういう方用にですね、エクステンションケーブルがございますので、はい、そういったものをお使いになられた方がいいんじゃないかという、まあ、不満というのか、まあ、アドバイス、はい、願望、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、あとは電源の方もですね、4アンペアのものを使わないと落ちるということをですね、再三やりまして、さっきちょっと話したんですけども、まあ、そういう初歩的なところではあるんですけども、ちょっと使うのは大変なところはあると思います。なるほどね。はい、わかりました。いろいろハード的な、まあ、今後仕様変更とかっていうのも可能性としてはあるんですかね。デッドソンナオですね。はい、ナオです。はい。はい。はい、あまり詳細は言えないんですけれども、ジェットソンナノのハードウェア変更に関してはですね、今ジェットソンナノキャンペーンやってるんですね。今のジェットソンナノキャンペーンをやるということは、あ、そうなんですか。そうなんですよね。ちょっとまあ、大きい変更ではないとは思うんですが、こう今いただいたような電源周りやったりとか、そういったところが若干改善されるような方向性にあるんじゃないかなと。はい、はい、わかりました。近々はい、アナウンスできるとは思うんですけども。ありがとうございます。進化の可能性があると。そうですね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次。結構大きいお題ですね。はい、これですね。はい、汎用 AI は実現するのかという話、10年後。じゃあ、それについて の意見をまず鶴永さん。はい、はい、結構。汎用 AI がイメージできるものであれば、イメージできるものは実現できると思うんですけども、僕はちょっと汎用 AI のイメージが全然できないので。はい、はい。これ汎用 AI って、要はそのまさに何でしょう、自我を持った感じのものっていうことなんですかね。じゃあ、唐揚げさん。ドラえもん的なもののことなんですかねと思いますけれど、はい、まあ、多分10年では、まあ、ほぼ無理じゃないかなとなんとなく感覚としてはありますけれど、まあ、それ以上だと、まあ、ちょっと今の技術の進歩を見てると、まあ、何とも言えないかな。でも50年先だと絶対とは自分の感覚だとちょっと言えないかなという感じですね。まあ、100年後はどうなってるか、まあ、ちょっと人類もどうなってるか分からないかもしれないというところですかね。はい、ぐらいです。はい、じゃあ会場管理の方に。そうです。じゃあ結構かなりこうね、すごい、まあ、漠然としたものになるんですけど、汎用 AI、まあ、ちょっとまず僕は結構なんか5年後にそれっぽいもの出てくるんじゃないかなって思うんですよね。なんか要は今少しずつ、ちょっと前だったら難しかったようなこともできるようになりつつあるじゃないですか。例えば、まあ、昔だったらやっぱり大きな GPU があって、クラウドでとかそういうことをしなきゃできなかったことが、もう現場でどんどん、まあ、ジェットソンなのもそうですけどできるようになるんで、なんかそれの積み重ねで、まあ、ドラえもん的な、なんでしょう、本当に人と接しているような感じで受け答えできたり動きができたり何かできるようなものっていうのは出てくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますけど、
皆さん意見、何か意見ある人って、じゃあ大橋さんどうどうなんでしょうね。コンピューティングパワーがまだまだいるなっていう感触はあって、で結局今 AI って言っても中身計算式じゃないですか。でその複雑な計算式をどれだけ早く計算していくかっていうところでいくと、まだ今のコンピューティングパワーでは全然足りないのかなと思います。でもやっぱりまあこのね、あとはそのコンピューティングパワーがエッジでもどんどん上がっていくと、まあそれも少しずつできるようになっていくっていう。あとはそのライブラリとかの最適化も含めて。ああはいはい。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、あれじゃあウルさんなんかありますか。はい。私は希望としてはそういうドラえもんみたいなの。生きてるうちに見てみたいなと思うんですけれども、ただディープラーニングの推論を見てると、なんか特に画像処理系のやつを見てると、こうドラえもん、今の状態はドラえもんというよりは虫みたいなもののような気がするんです。なんか虫みたいに何か物があるとそれにただ反応してるだけみたいな動きだなというふうに思ってて、なのでドラえもん的 AI はもうワンステップアップしたなんか別の理論が出てくる必要があるんじゃないかなと思っているので、きっと10年とかでは出てこなくて、やっぱ100年単位なんじゃないのかなというふうに感想が私の感想です。あ、ちょっと今私思いついたことあるんですけど、私音声翻訳機 YouTuber ってやってるんですよ。音声ポケトークとか他のものの動画を上げてるんですけど、僕はやっぱり近いうちになんかその流れが出てきそうなのが、今、生の音声のデータってものすごい勢いで集まってるじゃないですか。音声翻訳機っていうのがもう普及したので、なので今までその持てなかったデータっていうのがすごい勢いで増えてると思うんですよ。でやっぱり人間の思考っていうのはやっぱりその会話の中に現れてくるので、もちろんその Gmail とかね、メールとかのデータも今まで積み重なってるけど、その生の会話、人間同士の会話がのデータが集まってるから、結構そこの新しいアルゴリズムっていうか、なんか何でしょうね、方法っていうのが出てくるのが本当にもう数年したら出てくるんじゃないかなと。でそれが結局人間の思考から汎用 AI っていうのに結びつく可能性があるんじゃないかなと、はい、思いました。という感じですかね。はい。はい。ということで、はい。そうですね。私はドラえもんというよりは、ドラえもんが出してくれる、ポケットが出してくれる、そのアイテムの方に、興味があって、まあ、翻訳翻訳ですよね。中原さんが教えた。僕、コピーロボットをしてて、嫌なこととか辛いことは、そいつに押し付けて、面白いことだけやってたいなっていうふうには思いますね。でもコピーロボット、あれバーチャルでは作れますよね。ね、3D スキャンしてね。はい。はい、という感じで、はい、用意したお題が終わってしまったんですけど、はい、あ、なんかあります。はい、これちょっとお見せしてます。あ、じゃあ、はい、ドラえもんじゃないんですけど、はい、今の技術でちょっとこれぐらいは想像できるかなっていうビデオをこれ、はい、音って言いました。音は出ないんで、マイクでしょ。あ、あります。あります。はい。
何で何でしょうかね。ちなみに皆さん、今仕事でこう AI 関係のことされている方ってどのくらいおられます？ありがとうございます。じゃあ、じゃあ目が合ってしまったんで、ああ、はい、どんなことをされ、あ、じゃあジェットさんに関することで、あ、趣味ですか、仕事ですか。あ、私は趣味ですね。あ、そうです。仕事は組み込み系をしておりまして、はいはいはい。ジェットさんは完全に趣味で、あ、うん、あ、はいはい。で、仕事は組み込み系でジェットさんは趣味で完全にやっています。ただ、そうですね、最近趣味でちょっとこの本買っていろいろ真似てみたんですけど、はい、まずはカメラ買って画像認識させてみて、でそこで止まってしまって次一体何したらいいんだろうって思うことがよくあるんですね。はいはいはい、もし初心者の人が始めて、超初心者からちょっと初心者にステップするときに何かおすすめのプロジェクトとか課題とかそういうものは何かありますでしょうか。はいはい、ここは唐揚げさん何かその、はいはい、超初心者から次に進むときにおすすめの、そうですね、まあディープラーニングとかに結構興味がある方が多いと思うので、そういう方でしたら、やっぱりその自分で学習 AI で、まあ、ディープラーテンソルフローとか PyTorch とか使って学習させて推論みたいなことを結構自分が集めたデータでやってみたいっていう人が多いと思うんですけど、そういう方には宣伝ですけど、ラスパイマガジンというのが1月号ですね。実は特集で、これ言っていいのかなちょっと忘れちゃったんですけど、1月15日ぐらいにですね、発売するラズパイマガジンでですね、そういう手軽にクラウドの Google コラボとかを使って、学習させて、まあ、それを使って、まあその場合はラズパイなんですけど、同じ要領でジェットストンでも推論したりするようなものをが出ますので、はい、まあ、もし興味がある方は購入いただけると、はい、嬉しく思います。はい、でそれでジェットストンでのやり方ももしかしたら唐揚げさんのブログに、そうですね、まあ、どっかに書いておいて紹介しますんで、はい、まあ、ラズパイでもジェットストンでも同じ要領でいきますんで、はい、という感じで。したいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあぜひ購入して試してみたいと思います。一冊購入、はい、まあ、別に、はい、印税とか入んないですけど、ありがとうございます。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ早速、はい、はい、そんなにドラえもんっていうかスカサクサク動くようなものではないんですが、サービスロボットって言いますか、店舗でのサービスロボットを意識したようなユースケースっていうのをビデオを作ったものがあって、全部が全部多分リアルタイムできてるわけじゃないと思うんですけれども、あるところは本当に NVIDIA の技術でできているっていう、まあ、これ NVIDIA の本社のこうギアストアっていう NVIDIA グッズが浮いてる、まあ購買みたいな、学校の購買みたいな、そこで社員がちょっと製品の質問、ちなみにジェットソンなのについていろいろ聞くんですけども、それについて受け答えしてくれてる自立ロボットが出てくると。でそのロボットは音声認識もしてロボットを喋るようなものなんですけども、それはジェットソンとエグゼビアだけでやってるわけではなくて、クラウドにつながってクラウドでの、まあ、EGX というプラットフォームなんですけど、それを使った、ソリューションの一例みたいなのがあるんで、ちょっとこれ見てみてください。よく出てくるやつですね。Do you have any questions? How many CUDA cores is that? Jetson Nano has 128 CUDA cores. What about that one? The TX2 has 256 CUDA cores. And how much will it cost? The Jetson Nano is $99. I will want to see one of these. Great, I will charge it to your account.
ちょっと短かったんですけど、これやってたことは、まずロボットがやってきましたと。で、カメラで、あの顔、フェイス認識したのを見えましたかね。顔認識して、これ、この人はあの NBA の社員なんで、これ本当に可愛いんですけど、本当に社員らしいんですよ。わざとなんですよ。で、社員登録されているので、その顔認識から登録されている誰々さんだっていうのを認識して、で、あとは、この、あの、骨格推定で、こうやって指を指したところをオープンポーズみたいなのを使って、出して何を指しているか、その指先にあるのがジェットソンなのだと。で、ジェットソンなのっていう言葉に反応して、ジェットソンなのスペックが入っているので、光出し物に対して答えると。今これ英語でしたけども、例えばこれがあの、ね、いろんなマルチレングイッチでできるっていうのは、それは難しくないと思うんですよね。で、リアルタイムでこう受け答えしながら、製品を紹介して、で、あらかじめ登録されている彼女のクレジットカードにあのチャージするんで、持ってっていいよみたいな自動店舗をサポートするようなこうロボットみたいな。だこれは、まあ、今の技術を組み合わせると、ドラえもんではないんですが、ここまではまあできそうだというような一例のビデオです。で、今ちょっと言ったことを意識しながらもう一回ちょっと再生させていただきます。人が来たから寄ってくるんですよ、多分ね。人が来たっていうのを認識して。で、ここでカメラを使って、顔認識して、レネーさん。で、音声認識。質問に対して答える。これで本当に TX を認識してるかどうかは分かんないです。これちょっと予測されます。まあ、こういうことは、まあ、5年後ぐらいにはできるのかなと。はい、一例ということで見ていただきました。あの結構やっぱりその今までのやり取りって音声だけで音声を認識してでそれに対する答えっていうのが多かったんですけど、そのカメラの情報を、ね、骨格とか指とか表情とか目の方向とかそこら辺をあの拾うと、その音声だけのテキストのデータよりもいろいろあれですよね、あのそれこそ人間が判断するあのポイントになるものもデータとして取り込むことができるので、結構汎用 AI に近い状況にはなっていきそうな感じですよね。そうですね。よく言われるマルチモーダルな AI ということですね。はいはい、あの画像認識とかだけではなくて、うん、いろんなセンサーからの情報をまとめて、あのガッチャンコして処理して、的確なアウトプットを出すっていう。そうですよね。今あの、まあ、オーディオが弱いっていうお話やりまして、まあ、全くその通りなんですけども、今のところ、ジェットソンなのは、やはり画像処理っていうところで、フォーカスしてるっていうのはある、まあ、あるっていうか、が今、画像処理が、まあ、ディープラーニングのメインで、で、統一、だんだん出てきてるんですね、音声認識、まあ、バートと呼ばれるようなネットニューラルネットワークで、あの、自然言語処理をさせるみたいなのが出てきてるので、やはり、ジェットソンも、まあ、そういったところでの音声、画像処理以外のディープラーニングの実、あの、活用事例っていうのを意識したスペックになっていく必要があるのかなとは、あの、思ってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、時間、あれ、休憩は用意してなかったんですけど、入れます?はい。じゃあ、休憩、はい。あ、はい。じゃあ、次、LT になりましたね。休憩、ちょっと5分で、はい、もしトイレとか、あのコーヒーとか、必要な方は行ってください。じゃあ、そうですね、42分ぐらい、あの時計で42分ぐらいになったら、次の LT 始めますので。